自称四年八月二十六日、相模国木絹佐城で起こった、秩父市と三浦市による戦い。平安時代末期の内乱である自称、樹栄の乱の合戦の一つ。自称四年八月十七日の源の頼朝の挙兵に対し、現時方についた三浦市は二十二日に、三浦を出発したが、大雨のため、頼朝軍と合流できず、二十三日の石橋山の、 戦いの頼朝軍敗北により、三浦に引き返した。平家方の武将である武蔵国の畠山重忠は、頼朝挙兵の法を受けて家子、老党を率いて出陣し、23日夜に、金江川に陣を取っていた。24日、三浦一族は、鎌倉の由比ガ浜で、平家法の畠山重忠の軍勢と遭遇。和田義盛が名乗りを上げて、双方退治した。 同じ東国武士の見知った中で、遠跡も多く、和平が成りかかったが、遅れてきて、事情を知らない、吉森の弟の和田吉持が、畑山勢に打ちかかってしまい、これに怒った畑山勢が応戦。吉持を死なすなと三浦勢も攻めかかって、合戦となった。双方に少なからぬ打ち死にした者が出た。停戦がなり、双方が兵を退いた。 原平清水機によると、三浦は小坪の峠に300機、畑山は稲瀬川のあたりに500機で退陣したという。茂忠は老中50名余りの首を取られて退却、三浦氏は死者を出しながらも、本拠地の三浦にたどり着いた。26日、茂忠は同じ秩父氏の僧侶家である川越茂頼に火星を呼びかけ、茂頼は、 同族の江戸重長と共に数千機の武士団を率いて、茂田,田軍に合流し、三浦市の本拠地である、絹笠城を攻撃する。あず鏡によると、三浦方は東、木戸口を、三浦義住、佐原義綱、西木古を、和田義盛、金田頼継、中野陣を、長江義景、大田は義久が守ったのに対し、攻める畠山方には、 川越重より、中山重座江戸重長、金子下の村山等が参陣した。先の合戦で消耗していた三浦氏は夜になって、絹笠城を放棄して脱出し、頼朝軍と合流するべく、安保国へ向かい、27日、絹笠城は、秩父軍によって攻め落とされた。落城の際、89歳の老齢であった、三浦はじめの投主。 三浦義明が城に残り、外孫である重家らによって撃たれた。東鏡によると義明は、我は、源氏類代の家人として、老齢にしてその騎手最高に巡り合うことができた。今は老いた命を武衛に捧げ、子孫の手柄としたいとし、壮絶な最後を遂げたとするが、遠鏡本平家物語では、 三浦氏の軍勢が城を脱出する際に、老齢の義明が足手まといとなって置き去りにしたとされている。安房国で三浦一族と合流した頼朝軍は、暴走半島の二大勢力、千葉常汰、カズサ広常を参加に加え、大軍となって再挙し、10月2日に武蔵国へ入ると、4日に畠山茂汰だ。 川越重頼、江戸十長ら秩父一族は、長いの私で、頼りに起伏した。あずまによると、頼りは、重ながら和弦家に弓を引いたものであるが、このように勢力のあるものを取り立てなければ目的は成し遂げられないであろう。奮慢を残してはならないと、三浦一族に言い聞かせ、三浦氏は威信を抱かないとして、重げただらと、お互いに目を合わせ、 納得して席に並んだという。源平清水記によると、当初畠山氏が頼朝と敵対したのは、当主の畠山重義義が大番役として在京していたためであり、茂忠は三浦を攻撃するつもりはなかったが、由比ヶ浜では双方の行き違いによって突発的に合戦となったと、される。しかし、武蔵国の川越茂よりや江戸重長が茂忠の、 火星に、すぐに応じられたのは、平家法の大場影地下の動員に応じて、相模に来ていたためであり、絹笠城落城後に、すぐに、大場軍が数千機を率いて攻め寄せてきていることから、三浦攻めは、重忠の平家の義理や、外文のための通り一遍のものではなかったと、考えられる。また、近年になって、肥後国小城市に伝わる、小城系図の放来行獣の項目にある、 母、江戸四郎平茂次女なり教授者、畠山正二次郎重忠一服者系なりという記事が注目されている。教授は、刑図上は、小玉党の秩父行春のことされるが、同党の通事である行の字を名乗っておらず、確からの養子と見られている。清水良は、畠山重義の性質は、三浦義明の娘であったが、 子供に恵まれず江戸茂次の娘を側室として、茂忠ら兄弟を産み、後に着難である茂忠は、性質の養子とされ、教授は、小玉統計秩父市へ、養子に出されたと解する。これを裏付けるものとして、原平性水器、絹が探合戦で、三浦義明が茂忠を、京子孫と呼ぶ部分が存在することを指摘する。この説が正しければ、型の上では、 三浦義明と畠山重忠は外祖父と外孫になるものの実際には血縁関係は存在しておらず、重忠が敵方であった三浦氏を攻撃することを制約する要素はなかったとみられている。また、江戸重長は実の老いである重忠支援のために援軍を派遣したとも解される。合戦の舞台にほど近い JR 絹ヶ笠駅バスターミナル前に この戦で没した者たちを慰霊する石文みが昭和30年代に地域の有志により作られ現在も参拝者が絶えない。また他にもこの戦の慰霊碑など当時を物語る遺跡は現在もいくつか残っている。絹笠城市には城郭遺構が確認できないが追記、き牢城の準備する時間がなかったことによるものと考えられている。 絹笠城市にほど近い横須賀市大矢部では、吉明が落ち延びる際に、今まで決して止まることがなかった相場が、ある一本の松の木の下で止まり、動かなくなったことにより、吉明はそれを天の意志と受け止め、その場で切腹して果てたという。その後、その松は、原切松と呼ばれ、現在は場所を移し、自動公園、原切松公園の一角に保存されている。 ありがとうございます。